お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はね、この迫撃デッキやっていきたいなと思います。というわけで、前にちょっと流行った無課金迫撃デッキがちょっとね、改良されましたというところで、前までね、ロケットホーシーだった枠が、今マスケだったり、吹き矢ゴブリンですね。はい。の方が最近ちょっと増えてきましたよというわけで、なんか復活しましたね。このディガがないスケバレ迫撃が。というわけで今日これ使っていこうかなと思いますね。マスケと吹き矢の方があるんですけど、まあ、正直どっちでもいいです。本当に。正直どっちでもよくて、まあなんとなく、今日はマスケの気分なんでね、なんとなくマスケ型でやろうかなと思います。で、ウッドの枠が前までタルババだったんですけど、正直このウッドの枠も樽でもどっちでもいいですね。はい。お好みでね、マスケと吹き矢と、まあ、あと、ウッドと樽ババはお好みで、はい、自由に変えてくださいというわけで、よいしょ、まあ、ロイジョイが流行ってるんでね、そのノックバック用のウッドかなという感じでね、まあ、僕はウッドでやるんですけど、さあ、エレキ、メガゴ、ランバー、そんなデッキあるかな。まあまあまあ、一旦迫撃置いてね、様子見ましょうというところで、ロイジーでした。あ、確かに。よう考えたらロイジーですね。ワンチャンタラババも来んのかな。いやでも、これ残ってる。これにスケバレつけたら絶対うざくないですか。で、しかも、もし、これに樽とかを使うようであれば、追加ギャングとかしてね。いや、なんだ。相手全然に照らしてこねえな。いいエレキだ。さあ、ロイジェイですね。しかも、ゴボウリがいるっていう、なんか、気持ち厄介なね、相手を引いちゃったんですけども。で、樽がありますね。樽使ったっけ覚えてないんですけど、まあ、多分なんですけど、樽ババがあるんですよね。よいしょ。なので、僕のスケバレがあんま生きない。まあ、エレキとゴボウリもあるので、よいしょ、ここちょっと延命してあげてね。あくびしてる相手を、最近俺の相手めっちゃあくびするな。昨日の動画の相手もね、なんかあくびしてたんですよ。よいしょ。さあ。で、ここはつなげると、まあ、ゴブリーがあるか。勝手ですね。ゴブリーエレキの、タレあったかな全然わかんない。でも、ロイだったらあるんですよね。なんで、まあ、迫撃を通すしかないですよね。言っちゃえば。あとは、スケバレのラックダメージも通れば美味しいなぐらいの感覚で。で、でも今回は相手がロイがもう回ってるので、攻め迫撃する必要がないかなと。で、スペル警戒で気持ち高めにマスケを置いて、いやー、そうですね。これ攻めても来るだけなので、一回ね、こう、様子見てね。で、防衛迫撃置いて、あ、待って、押してる？あぶね、ランバーが押してんのか思った。で、5をタイル。で、ウッドノックバックも使いつつ、一発いて。てか、エレキとゴボウリが良くないっすね、これ。なんか相手の動作行くとベビとかのカウンターも来るので逆サイドに行きますね。逆サイドに行って、めっちゃいい攻めだな。よいしょ。さあ。これ許容して、いいよ右側耐える。さあ、この波形結構刺さりますよと。端前ギャング、暇なんでね。で、暇なんでスケバレも飛ばして、オッケーオッケーオッケー。これもう一枚裂かないといけない。で、僕はまあ防衛迫撃で、いもりますよねと。で、5タルなので、この迫撃とマスケが両方巻き込まれることがないんですよね。よいしょ。なので、マスケ置いて、ナイトで、やばい、このギャングがちょっと、良くないですね。まあまあ、こんな感じで耐えれますね。低めマスケが優秀ですね。相手が突破できないって感じですかね。待って待って、ベビーお前、行き過ぎじゃね？なんか、あっちいたっけ、さっき。そう、1戦目からね、結構苦戦を。強いられてるんですけど、まあ、右側攻めて、からの逆サイド攻めてる割には結構ダメアド追いついてきたかなと思いますね。よいしょ。相手もこのボーイはしんどいんじゃないでしょうか。さあ、ここの間でもうナイトマスケでロイが解ける。よいしょ。で、いや、ベビな。延命したかったけど、一回ここで待って、よしよし。いや、いい流れ、めっちゃいい流れ。で、なんなら、殴らしてから迫撃置いて、いや、来たっすね。これ、勝てますね。で、敗北打ったか覚えてないけど、気持ちルート強制入れて、さあ、いいよ。めっちゃいい、めっちゃいい。絶対きつい相手。なんか、迫撃押してる。回転で押せる。で、エレキ来たら敗北なんですけど、よいしょ。で、相手ももう攻めなきゃダメだっていう感じになってるんで、まあ、防白置いて、よし、イモリつつの、よいしょ。で、これマスケが死なないんですよね、永遠に。相手のタルババがね、ウッドじゃないんで。さあ、ここは攻めて、いいんじゃない?で、マスケで溶かす。で、タルババ使うかな。ここ延命してあげて、よいしょ。あ、延命できてね。で、多分、やべ、待って、ミスト。やべ、ミスト。オッケーオッケー。反撃間に合う。反撃間に合う。で、左側ははい、来た。ハイボーでタイブレイク。1試合目からすごいね。疲れますね。グッドゲームという圧力をね、ちょっとかけていきます。圧力をね、かけていきます。面白いですね。はい、というわけで、危ねえな。でも、迫撃、攻めでほぼ通ってなかったですけど、結局防衛でね、まあ、優秀。で、最近、なんかロイジャイ、スケドラのヒースピースケの高回転のやつがめっちゃ流行ってるんですけど、まあ、そういうのに対して、迫撃、この迫撃はね、結構勝てますね。なんか、無限に攻めてるだけだと、うわ、すげえ。押されるかもしれないんですけど、この防衛迫撃が、あ、待って、やべえ、防衛がちょっと下手。あ、待って、ミスったな、これ。絶対ミスった。しょっぱなから来られてちょっとびっくりした。何がリガクやねん!ちょっと待って、最近やべえな。煽り中としかね、試合当たんないんですよ。なので、僕もね、負けじとね、煽り中になってやり返したいなと思うんですけども。さあ、今回バルーンギャングだったな。防白すれば相手のダメージで言っちゃえば通んないし、僕の攻めも通るし。お前ちょっと待って、なんだよこの煽り中。ボッコボコにするからな、本当に思いとけよお前本当にねえ。さあ、ウッドで延命していきます。そしてマスキがなんなら振り向いてくれる。いやー来た。で、ダメージ受けてるんですけど、まあこっからですね、相手はこのマスケになんか割くな。あ、いいこれか。まだ勝てると思ってますからね。こういう相手をね、もうボコボコにして煽り散らかした時ほど気持ちいいもんはね、ないって誰かが言ってました。まあ、僕はそういうことはあんまね、思ったことないんですけど、一回スケ、ああ、めっちゃ煽ってくんだ。ちょっと待って。3分間フルで煽ってくるやつあんまいねえぞ。そんなに余裕があんのか。で、マスケ低めに置いても、ああ、めっちゃ煽ってくる。ちょっと待って。本当に、楽しくなってきたな。これだからゲームはね、やめられないんですよね、マジで。さあ、暗い止めれるか、貴様に。ああ、迫撃入る。ちょっと待って。ありがとう。迫撃入ってますからね。ああ、目がないってきた。最悪。ちょっと負ける。ちょっと待って。最悪だ。ちょっと待って。ナイトで、横からの5一旦打って、相手これ勝ったと思ってるからな。なんか知らねえけど。あ、待って。うわ、めっちゃいい。相手なんか煽り中のくせにちょっといいプレイしやがる。よし。で、なんならこれ、ザップも使ってるんで、スキャバレ飛ばすとちょっとうざいと思うんですよ。で、3号かいい感じに3号あ、メガナイト踏みですね。でもその間に、入る。くれ。いいナイス。お前まだ煽り余裕があるんか、お前。どっからそんな煽りが来るんだ。これ止めてあげて、オーケーオーケーオーケー。で、なんなら5を三国に打ちますね。バルーンが、待って、やばい、ザップくる。いいんだよな。ちょっとうまいんだよな。でも、耐える。ちょっと待って、みんな、これ、誰もが望んでるよな。これ、僕じゃないですよ。ありがとうよし、ちょっとありがとうでいきましょう。これはね、さすがに、もう相手黙っちゃってますから。すごくないですか今回の相手ね。自分がピンチになっても煽ることをやめない精神、いやーかっこいいですね。クソダセえか、ごめんなさいというわけで、何戦目か忘れたんですけど、やばくないですか。1戦目2戦目とよろしく。おー待って、俺が好きなスタンプそれ。サッタは息が合う。この人は僕の味方ですね。よろしく。このスタンプマジで可愛いんですよね。わかんないですけどね。こっからね、急に、前半ちょっとダメージ与えると、煽るあるあるあるんでね。皆さんも気をつけてくださいね。最後に大逆転されて、保冷連打されることだけはね、マジで一番辛いことですから、クララやってて。さあ、ナイト、スケドラ。あ、マスキがスケドラに対してめっちゃ強いですね。で、ないとスケドラ、相手の配球はわかんないんですけど、一旦迫撃で攻めます。多分ゴレとかではない。スケラッティーヤ。スケラッティーヤですね、バボコヤ。で、まあ、ここは一旦ね、落ち着きましょうよ、というところで。いや、これどうしようかな。なんか、やりゴブがあればよかったんですけど、手札になかったんで。一回風船捨てます。風船、もったいないか。ウッドサイテスケラ来るのもちょっと怖いんで、様子見てね、やっていきます。で、相手、今回スケラなんで、結構僕が回転早めに攻めれば、いい感じにいけそうだな。回転大事ですね、回転。いや、いい。このマスケとね、ギャングをしっかり離すことによって、相手のポイズンを避けるよと。で、どうしようかな。なんかいい感じに攻めたいですね。ババコヤがすごい厄介なんですけど、多分回転がちょっとこっちの方が早いので、まあ、2周目の迫撃だったりスケバレが多分相手からしたらきついと思うんですよ。なので迫撃を置いてあげて、まず。で、ババコヤ来たら逆サイスケバレ。で、これにはまあタルババかなんか使うでしょうっていう感じなんですけど。なので、このナイトの後ろにやりゴブをつけて、迫撃じゃねえ。ババコヤ壊しつつ、で、タルサイトので、これ、あれだな。ワンチャン端前マスクきます。うい分かってる。来た。分かってる。で、しかもこれ、ウッドサイトなのでギャング追加して、で、逆サイスケバレ。で、これは、まあ、槍ゴブで守れます。で、ウッドですね。槍が死んじゃうんで。で、あ、いい。絶対俺のペース、これ。待って、キング起動した。なんでやば。待って、やばくない今の。これ絶対ないと組んだら強え。ウッドがあるか覚えてねえんだな。ウッドはないか。え、今のキング起動やばくないですか？スケラ、歩いてきちゃった。謎に歩いてきましたね。まあ、なんですけど、ダメアードがちょっと痛いですが、まあ、こっからね、大逆転したいなと思います。で、これに何を使うか。ウッドか。今、ウッド落ちたいけど、小屋置かなければいかない。そう。いや、突破できんのかな、これ。まあ、でも、ダメージこっからね、ひっくり返せそうな気もしますけどね。これマスケで、ちゃっちゃやっちゃいます。で、スケバレ飛ばして、で、これ、ルートフューズしてないのミスった。ババコヤに行っちゃう。これ5打って、もう削りですね。相手のスケラはほぼ入んないですね、言っちゃえば。ほぼ入んないので、僕は必死にね、削りをしていきます。いや、もう相手攻めてきても、ギャングで余裕で守れますし、ポイズン打たれても、OK、相手はもう削り入ってますね。で、なんとなくウッドで削る。で、僕はもう右サイドだけ永遠削りたい、そんな感じですね。で、ポイズン打ったので、マスケナイト組んで、槍ゴブで処理。お、めっちゃいいスケドラだな、それは。さすがに。ウッドで延命。からのスケバレ。落下ダメ入ればいい。スケバレの落下ダメが入ればいい。オッケー、落下ダメ入る。いや、これ追いつけるかな？いや、ナイトギャングだな、これ。絶対勝てる。で、ギャングも追加して、これ絶対きつい。なんならやりこぶ？待って、めっちゃいいかも、これ。マジだる。ウッド。いい。で、ファイブ打って。いや、全然飛んねん。待って。どこにどうなってる？すげえわかんねえな。低めマスケ、ポイズン避ける。いやー、タイブレイク、めっちゃいい感じなんだけどな。ダメージが。5削りでギリワンチャンぐらい。マジで。しかも相手もなんかスペル削り来てる。これはなんかワンチャンありそう。ワンチャンある、マジで。え、マジである。ワンチャンある。マスケ？俺のマスケ頑張れ。うわ、待って、本当にワンチャン？いやー、あとちょっと。打ってくる。打ってきた。あと5。いやー、くわー。これまた。いや、これあれか？相手に同彩イモされ始めた時に逆サイドいけたんじゃないか的なやつですかね。なんか同彩だったら削りが惜しかったですね。多分逆サイ行けばよかったですね。まあそんな感じで、まあでも今日はちょっとね、すごい煽ってくる人たちを、まあ、僕はね、退治することができたので。もうね、満足してますと。いうわけでね、皆さんぜひ、これ、吹き矢とマスケ、どっちでもよくて、ウッドとタルもどっちでもいいんですけど、まあ、タルの方がもしかしたらいいのかなっていう部分がありますね。なんか、陸行きにもなりますし、削りもローリングってちょっと前ほど優秀でもないんでね。もしかしたら樽の方がいいかもです。というわけで、よければお使いください。というわけで、終わります。チャンネル登録、高評価ね、コメントの方もよろしくお願いします。では、おつかいちゃんでした。またね。